はい、佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、最近の購入品たちをご紹介したいと思います。イエーイ。 SNS で話題になってたアイテムだったり、もうビビビってきたデパコスのアイテムだったりとか、あとはピアスを最近開け直したので、プチプラのピアスを買ったり、あとはもう今のね、この世の中で必須アイテムとか、あとめちゃくちゃ可愛いバッグを好きなブランドで買ったので、そちらを今回はご紹介していこうかなと思います。ゴロゴロ言う。はい。では早速、スタート。じゃあまずこの大きい紙袋からご紹介していきまーす。こちらが渋谷の丸井の1階のお店で買ったんですけど、韓国のコスメだったり、なんか食品だったり、そういうものがね、たくさん置いてあるショップで買いました。こちらのクリーンガードマスクを購入しました。はい、50枚入りです。値段が1880円でしたね。で、Amazon とかでも50枚入り買ったりしてたんですけど、それより値段がかなり安いなと思ったので、今回こちらを買いました。紙マスクの方が、なんかいいとは聞くので、布マスクじゃなくて紙マスクを普段ね、つけるようにしてるんですけど、このタイプのマスクが圧倒的に息がしやすいし、で、リップとかもつきにくいし、なので、最近はずっとこれを使ってます。で、開けてみるとこんな感じでブワーっと入ってますね。ちゃんと1枚ずつ梱包されているタイプになってます。まあ、どんな感じのマスクかちょっと1枚開けてみますね。結構ね、つけてる人多いんで見たことある方多いと思うんですけど、こんな感じになっていて、こう開いて、この鼻の部分。折り曲げてこんな感じのマスクです。はい、アヒルさんみたいな感じになるんですけど、ここにねかなりゆとりがあるので、こう息がしやすいです。で、結構顔にもフィットしてくれて、ここにこうワイヤーがついてるのでピッて調整できます。で、本当に女性とかはね、ここら辺の化粧よれとかがすごい気になると思うんですけど、これね、あんまりよれない。今つけただけだからあれだけど、でもこれだけでも全然つかないから、もちろんね、長時間とかつけるとファンデーションとかはつくけど、でもなんかここら辺がものすごくこうよれないっていうか、摩擦も少ないので、肌荒れとかもね、これに変えて軽減された気がします。本当このタイプのマスクはおすすめ。サイズ感もね、結構フィットしないものが多かったりとかするので、これだと男性でも女性でもすごいフィットしやすいかなと思います。うちはもう夫婦でこれずっと使ってます。はい、そんな感じで50枚お得にゲットしました。はい、そして次こちらですね。こちらのお店で購入したものをご紹介していきます。これがね、基本的にイヤリングだったりピアスだったりリングだったりとか、アクセサリー類が300円かなで買えるお店です。まず1点目、こちらのピアスを買いました。シルバーのピアスですね。後ろがこんな感じになってます。見えるかな？はい、プラプラするタイプのピアスですね。こんな感じでございます。もう耳に引っ掛けるって感じやね。実際にね、ちょっと耳につけてみます。実際につけてみるとこんな感じです。輪っかにはなってないんだけど、まあほぼ輪っかみたいな、なんかね、釣り針にとはい、釣り針に似てますね。こんな感じのピアスです。いいね。キャッチはないんで、ほんと引っ掛けるって感じのものなんですけど、すごいなんか小ぶりだし、シルバーで大人っぽい感じにできるかなと思って買ってみました。これに真っ白の T シャツ着てデニムとかで、めっちゃ良くない？いいですね。はい、こんな感じでした。で、次がこちらでーす。こちらのピアス買いました。これもまたシルバーで、こんな感じ。で、これがね、わかるかな？透明だから見えにくいと思うんですけど、樹脂のタイプになってます。デザインが可愛かったから、まあ樹脂でもいいかなと思って買いました。これもつけてみますね。はい、これもつけてみました。こんな感じでーす。可愛い。You ってなってるね。で、ここにちょっとこう、キラッとアクセントもついてるので、シンプルだけど、ちょっと高見えするような高級感あるデザインなのかなと思います。大人っぽくていいわ。300円には見えんくない？これも可愛いですね。いいね。安い。樹脂のね、ピアスも結構豊富なので、それこそ金属アレルギーの方とかでも安心して使えるのかなと思います。そして次こちら。こちらが2つセットで330円のものです。上がね、ダイヤっぽい感じになってて、下が3連のパールっぽいデザインになってます。はい、つけてみるとこんな感じ。もうキラッとしたシンプルなものですね。まあ、これはもうさりげない感じで。なんか私も今、開け直したばっかりなので、つけとかなきゃいけないんですよね、最初の方ずっと。なので、そういう風に日常的にこうつけるものとしていいかもしんない。うん、シンプルで、可愛いです。で、もう一つの方、こんな感じ。はい、つけてみました。遠くから見るとこんな感じですね。さりげないデザインになってます。これも可愛いね。こんな感じです。まあ、このタイプも派手すぎないし、さりげない感じなので、ちょっとしたお食事に行く時とかでも使えるし、ちょっと女の子らしいコーデをね、した時とかにも使えるし、ほんと日常使いしやすいようなさりげないものかなと思います。かわいい。
結構ね髪の毛をバッサリいったので、耳たぶの部分がね見えることがすごい多いので、ピアスとかあったら可愛いなと思って閉じていたところをね、また開けてピアスを楽しんでる感じでございます。はい、そして次こちらです。じゃーん、可愛い消毒入れを買いました。これも330円でした。開けてみるとこんな感じで、ベージュのねレザーっぽいような生地にこう包まれている透明のボトルです。で、この中に消毒を入れて持ち運ぼうかなと思います。で、消毒とかも結構日常的に持ち歩いてるので、まあ、こういうチャームがついてるから鍵とかと一緒につけてもいいのかなって思います。時々消毒忘れたとかなって薬局で買ったりとかすることも多いので、もうそのくらいねもうちゃんとバッグにずっと入れときたいみたいな感じなんですよ。なので鍵につけとけば忘れることないし、欠かさず持ち運べるのでありですね。サイズ感もねすごいちっちゃくてちょうどいいし、なんかデザインもおしゃれだし、これ330円なんでおすすめ。他の色もあったし、でちょっとお値段出せばデザインがなんかグレードアップしたようなものとかもあったので、まあ私はあの簡易的なものでいいかなと思ったからこちらにしました。安かったしね、めっちゃ可愛いこれ、おすすめです。はい、そして次こちらで購入したものをご紹介します。このね、チャールズ&キースは本当に大好きなブランドで、めちゃくちゃ買いまくってるんですけど、まあ、靴だったりとかバッグだったりとかいっぱい買ってて、久しぶりに行ったら結構秋物が多くなっていたんですよね。で、その中で季節問わず使えるなっていうバッグを見つけちゃいました。こちらです。じゃーん、めちゃくちゃ可愛くないこのバッグ。はーい、こんな感じで、これお値段が税込みで9790円でした。で、後ろにはチャールズ&キースっていう風にねゴールドでロゴが入っていて、横でしょ、前、こんな感じです。なんか私ベージュのバッグってあんまり持っていないので、ほんとミニバッグ1個ぐらいかな。なので、まあ、こういう風な落ち着いた色だったらちょっとしたねお食事会とかでも持っていけるし、ほんとなんか結構気品のあるというか、そういうデザインなので、まあ、カジュアルコーデにも使えるし、なんかいろんな使い方できるなと思って買ってみました。このねゴールドのチェーンがめっちゃ可愛いよね。ここをねピッて押して開ける感じになってます。で、ちゃんとチャックもついているので防犯面もしっかりしてますね。で、中はこんな感じで、内ポケットもしっかりついているので使い勝手は良さそうです。シンプルで、で結構物が入るから、私ミニバッグ大好きなんですけど、まあ、このくらいの大きさだったら全然持ち歩けるなと思って。で、ショルダーもついてました。もうショルダーも可愛くない、こんな感じなの。なんか一気にカジュアルじゃない、可愛い。こんな感じよ、ほら。で、ショルダーでこういう風にね持ったりとかもできます。めっちゃ可愛くない、え、超いい、いいね。この生地がさ、いいよね、カジュアルで。結構上品な気品のあるデザインなんだけど、ここはカジュアルな感じが。また可愛い、これも超タイプ。で、このチャックのところもね、ちゃんとチャールズ&キースって書いてて、ゴールドの、このしっかりとしたデザイン。だから本当にいつも思うけど、チャールズ&キースのバッグってハイブランド並みにしっかり、なんか高見えというか、そんな感じなのに、お値段がハイブランドよりありえないぐらい安い。梱包もしっかりしてるし、でも見た目も細かいデザインも全然安っぽくない。1万円以下で。これがゲットできます。私多分ショルダーにしたりもすると思うけど、まあ、ショルダーよりこういう風に肩掛けして使いたいなって思ってます。今の中ショルダーの方がまだしっくりやからね。でも肩掛けして持ち歩きたい、こういうの。かわいい。ショルダー外して使ってもいいしね、つけたままでもかわいいし、本当にすごくかわいいバッグです。これは買ってよかった。めっちゃおすすめ。これも他のカラーあったし、これ以外にもすごい可愛い秋物のバッグとかいっぱいあったので、マジで本当にいっぱい欲しくなった。で、新作出るペースもすごい早いので、ちょっとちょこちょこまた見に行って、また買い漁ろうかなと思います。靴もすごい可愛いのあったので、また購入品で紹介しますね。はい、そして次、本命です。こちら紹介します。はい、こちらのリップ買いました。こちらがエレガンスのブリリアントルージュビジューの、こっちが100番で、こっちが8番のものでございます。8番の方から紹介していきます。はい、こんな感じです。すごい塗りやすい。ちょっとね、ツヤ感があるようなタイプになってて、こんな感じですね、色味が。結構ね、こうやって見ると赤みが強く見えるかなとは思うんですけど、実際に見てみると、赤みに紫っぽいようなブラウン味がかかったような色です。なのでほんとこれからの季節、秋とかにすっごい使えるようなもので、薄く塗れば血色感が出るような感じにもなるし、で濃く塗ればちょっとこう秋っぽさが出るような深みのある色になります。ほんとね、なんかこう塗り方一つで普段使いだったり、ちょっと特別なメイクとして使ったりとか使い分けができるので、ほんとに
でね、この乾燥しにくいようなテクスチャーなので結構唇がふっくらする感じで、ティントタイプになっているので色が定着ちゃんとしてくれるから、マスクで過ごすのがね多い時期とかにもすごい使えるのかなと思います。もうね早速使ってるんですけど、本当になんだろう、もう色味が可愛いのはもちろんなんだけど、やっぱ使い心地も最高にいい。でやっぱりね、こういう風な潤いがあるようなタイプって今の時期どうしても使いにくかったりするんですけど、これはねそんなベタベタするわけでもないし、なんか程よいツヤ感があるようなリップなので今の時期でも使いやすいかなって思います。とにかく可愛いから激推しです。で次こちらが100番なんですけども、100番が限定のカラーです。でこれがねものすごく人気で、結構完売していたりとか買えないところもあるらしくて、私は渋谷のね東急かなって買ったんですけど、在庫ありました。イエイ。でこんな感じになってて、色味がねまたまた可愛いのよ。ほら見て、なんかテラコッタっぽい色でちょっとねくすみが入っていて、でねゴールドのパールも入ってるんですよ。こうやったらちょっと見えるかな、見えにくいね、カメラだとね本当になんかこう鮮やかに見えすぎちゃうっていうのがねあれなんですけど、とにかくなんかテラコッタを想像してもらえれば一番いいかなと思います。ナチュラルなラメ感だから上品だし、なんかこう唇をねよりこう立体的にツヤツヤっと見せてくれるような感じ。これもめっちゃ可愛いの。もう塗り心地も最高やし、これを SNS で見ても一目惚れして絶対買いに行こうと思って行ったら、まあこれもね可愛くて買っちゃったっていう感じ。二色買いです。使い心地も本当にいいし、なんか他の色味も買おうかなって迷うぐらい本当に可愛いのでおすすめです。ナチュラルに発色もできるんで、季節感あるリップ使いたいな、だけどちょっと勇気が出ないなって方とかにもおすすめ。こちらのエレガンスのリップ2つでした。それとこちらも買っちゃいました。こちらがエレガンスのクルーズアイカラープレイフルの MN03 マでございます。はい、色味がこんな感じ。もうすっすごいラメがギラギラでめっちゃ可愛い。まあ、ほんとこのカメラで見たままの色って思ってくれればいいかな。でもここまでシルバー感は強くないので使いやすいですね。指に出した感じこんな感じ。すっごいラメラメで手に塗ってみますね。すごいラメ綺麗じゃない？ほら、ツンヤンツンヤンって感じ。でこれはね、アイシャドウ塗った後にアイホールの中心でアクセントとして使ってもいいし、アイシャドウ自体もすごく伸びがいいから使いやすいですね。これアイホール全体塗ってもすっごい可愛いなと思います。あと目頭だったりとか、こう涙袋うるうるさせたい時とかにもすごい使える。ただピンクみとかがすごい強いとかそんな感じではないので、本当に甘くなりすぎず大人っぽい目元にできるかなと思います。これ本当に日常使いしやすいと思う。もう見た瞬間可愛いと思って買いました。はい、おすすめです。はい、というわけで今回はいろんなお店でね最近購入したものたちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。どれもものすごいおすすめだし、本当にコスパよく買えた商品がたくさんなので、まあエレガンスとかちょっとデパコスだからお値段はするんですけど、まあお値段以上のねもう可愛さがあるので、秋のコスメとか探してる方とかぜひぜひチェックしてみてほしいなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。欲しいな、可愛いねって思ってくださる方いらっしゃいましたらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントも返しておりますので、よかったらコメントの方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。